次に古川元久君。古川君。国民民主党の古川元久です。まず今日はですね、国安法の改正案の審議でありますけれども、それに関係するですね、関連する質疑をさせていただきたいと思います。現在ですね、防衛力強化、そうした議論が政府において行われているわけでありますけれども、この安全保障の観点からですね、港湾やあるいは空港などの公共インフラの整備について、そうした視点からの整備を進めていくと、そうしたことが今、議論されているというふうに承知しております。こうしたですね、港湾や空港などの公共施設は、有事の際には自衛隊などが利用することが想定されておりますけれども、想定されますが、自衛隊の艦艇やですね、航空機が使用できる港湾や空港の整備が、じゃあ、きちんとなされているかというと、それは不十分であってですね、今後ですね、安全保障の観点からですね、こうして空港や港湾等の公共インフラ整備を進めていくということは私も必要だというふうに思うんですが、この今、検討状況ですけれども、具体的にいつからどのような体制でですね、どのような整備を行おうと考えておられるのか、現在の検討状況を教えていただきたいと思います。宮沢大臣官房危機管理運輸安全政策審議官。お答え申し上げます。安全保障の観点からの空港港湾等の公共インフラの整備等については、10月20日に開催されました国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議の第2回会合におきまして、岸田総理から防衛体制の強化に資する公共インフラの整備や利活用を大いに進めるべく、その具体的な仕組みについて関係省庁において早急に検討し、次回の有識者会議において報告するよう指示がございました。で、この公共インフラの整備利活用に向けた具体的な仕組み等でございますが、これについては今後の有識者会議での議論も踏まえつつ、内閣官房等の関係省庁と連携しまして、今後検討していくことになるところでございます。そのため、まだその内容が固まっていない段階でございまして、現時点で具体的な体制等についてお答えすることは困難でありますことをご理解いただければと存じます。委員長。古川君。報道ではですね、この安全保障の観点から公共インフラ整備を進める省庁横断型の協議会の新設と、そういうものが検討されているというふうにありますが、それは事実ですか。宮沢審議官。お答え申し上げます。新聞等でですね、今委員ご指摘のような報道がなされているということは承知しておりますけれども、先ほどご答弁申し上げましたとおり、この具体的な仕組み等については今後関係省庁と連携して検討していくということでございますので、現段階ではその内容が固まっていない、こういう段階でございます。古川君。じゃあ、それ固まるのは、年内にですね、安全保障関連3文書を改定、するというふうに、政府は今、議論を加速しているはずなんですが、じゃあ、年内にはそこがちゃんと固まって明らかになるというふうに考えていいんですか。宮沢審議官。お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、3文書の改定という作業の中で、この作業が進んでいるというふうに存じますので、そういう過程において、議論をしながら、仕組み等について、どういうふうにしていくのかと、こういう検討がなされるものと承知をしてございます。古川君。今の岸田、政権はですね、我が党の代表が検討しと。でなんかね、この前も総理が検討を加速するっていう、なんか分かってるの分からない、ねだから検討はいいんですけども、やっぱりちゃんと検討した結果をいつまでにっていうのをはっきりしていただかないとですね、本当にこの公共インフラ、それこそ有事というのはいつ起きるか分かりません。起きたからですね、整備検討してたんですけども、間に合いませんでしたっていうのは、これも話にならないわけでありますですね、必要な整備はやっぱりやるならやるということを決めてですね、
早急にやっていかなきゃいけないことだと思いますから、まあ、そういった意味ではですね、まあ、今のご答弁と、まあ、年内には明らかになるということだというふうに私は、まあ、認識をさせていただきましたけれども、結局年内に出たときに、ね、また引き続き検討するなんていう文書にならないように、まあ、そこだけちょっと釘を刺しておきたいと思います。まあ、その上でですね、まあ、こういう形で、まあ、この間はですね、有事にはそれは自衛隊が、港湾とか空港を使うだろうということは、この間のですね、3.1 とかいろんな災害のとき考えても、あるわけですから、当然想定されたわけですが、まあ、そういう視点からの整備っていうのは、これまでは行われて、ちゃんと行われてきたとは言えなかったと思うんですけれども、まあ、今後そういうことでですね、行われるようになった場合にですね、今すでにですね、決まっている、港湾とかあるいは空港などのインフラの整備計画、まあ、そうしたことがですね、この安全保障の観点からのこうした新たな整備の方針というのが、行われるということになると、今後見直されるとか、まあ、そういうことは出てくる可能性はあるんでしょうか。宮沢大臣官房危機管理運用安全政策審議官。お答え申し上げます。どういう形でですね、整備計画とかっていうようなものが出てくるかということにつきましては、先ほど来お答えしておりますとおり、まだこの先どういう形かというのは決まっていないところでございますけれども、委員ご指摘のとおり、何か起きたときのですね、自衛隊の利用とこういうようなことっていうのは我々としてもそのニーズというものをきちっと確認をさせていただいて、それで、対応していくとこういうことになろうかと思います。古川君。要は今の整備計画、見直しがされる可能性が、今後あるということですよね。今の答弁ですと、そうなりますとね、これやっぱそれぞれこう、その今の整備計画でという期待しているそれぞれの地域もありますのでね、やはりしっかりそうしたところとの、丁寧な説明やですね、協議と、やっぱりそういうのも大事になってくると思います。ぜひそこはですね、国交省がこの、この公共インフラについては責任を持ってやってきたわけですから、そこのところをしっかりやっていただきたいということをですね、申し上げたいと思います。で次にですね、先ほど来この今日の委員会で何度か、議論に上がっております、日本の港湾の国際協力省力について私からもちょっとお伺いしたいと思います。今日のですね、質疑で出てきている2度ほどです、取り上げられた記事は私も、拝見してですね、もともとコロナ前からもですね、やっぱり、港湾の国際競争力下がってきたのに、またコロナ禍でですね、さらにこれが加速しているんじゃないかと、そういうやっぱり危惧を私も他の議員と同じようにですね、持たざるを得ないんですが、大臣はですね、ご認識はどのような認識を持っていらっしゃるでしょうか。斉藤国土交通大臣。コロナ前までの話でございますが、京浜港、阪神港の輸送力は、増加をしてきつつあった、それだけ見ればその通りです。で、しかしながら世界的に、中国、韓国を中心として貨物量そのものが非常に増えた、かつそれに伴って大型化したということがあって、相対的に競争力、存在感が低下したと、このようなことだと私は認識しております。このため我が国産業の国際競争力の強化を図るためにもですね、国際機関航路の我が国への寄港を維持拡大し、企業の立地環境を向上させることが一層重要と考えておりまして、今回のこの法案も選ばれる港湾になるための一つの大きなメルクマールになるものと、このように思っております。古川君。大臣、これ危機感持ってます、本当に。これ、頑張ってるんですと、日本はね、そこは分かるんです。しかし、他のですね、質疑を聞いてても、いや、日本頑張ってるんですけども、他のところは伸びてるもんですから相対的に落ちてるんですって、なんか仕方ないですっていう、そんな感じに私は、今日の他の委員の答弁ね、
聞いてて思ったんですね。しかし本当にですね、それでいいのかと、他が伸びてるから、この今落ち込んでるのは、他が伸びてるからで、日本やることやってんですと、でも他が伸びてるから仕方ないんですっていう、その認識でいいのかと、やっぱりそれを超えるぐらいに頑張らなきゃいけないって、やっぱ危機感を持たなきゃいけないんじゃないですかと、私はそういう、その大好きの認識を伺ってです、いかがですか。斉藤大臣。はい、おっしゃる通りだと思います。私、その他が伸びてるけれども、この日本の航路も荷物量そのものは増えてるからいいんだと、まあ、だから頑張ってるんだといったことを言うつもりでは全くございませんでした。国際競争力が落ちているということは厳然たる事実でございます。まあ、そのためにも、まあ、集荷荷物をできるだけ集めて大きな荷物にする、また新しい荷物を作る倉庫、そしてもう一つございましたけれども、国際競争力の強化ということについてですね、まあ、しっかりとこれらの施策を行って、この危機を出していかなきゃいけない、強い担当大臣として危機感を持っているところでございます。以上。古川君。まあ、その今大臣おっしゃる危機を脱するためにですね、その港湾の整備のあり方、まあ、先ほど来から議論になるようにですね、まあ、選択の集中ということで、国産コンテナ戦略港湾を指定したりとかしてやってきたんですけども、しかし今の状況という現実があるわけです。だからこの間の、まあ、そのこういう状況を生んだ原因が港湾の整備のやり方にあるのかどうか、やっぱりその辺のですね、原因、こういう状況を生んだ、その影響の、あるいは原因になって、どれくらいこの法案の整備のあり方があるのかどうかということを、しっかり認識もしなきゃいけないと思うし、じゃあ、そこがこれくらいの影響がある、影響しているというのであればですね、じゃあどうしたらいいのかと、今までの延長線上で、このやってる、まあ、確かに大臣言われたように、伸びてることは伸びてますよ。しかし他がもっと伸びてて相対的に落っこちている、そういう中で、今までの港湾整備のあり方でいいのかどうか、これを一回虚心坦懐にですね、この間やってきた、まあ、10年ぐらいやってきたですねことを一度ここで、検証してですね、本当にこの路線でもっと頑張ればと、ね、やっぱり日本って特になんか精神論がね、とにかく頑張りますっていう、やっぱりそうだけではだめだと思うんですよね、現実に本当にじゃあ、その今、アジアを中心に伸びているようなです、ね、そこをどう取り戻すのかと、やっぱりそこはですね、頑張りますというだけでは済まないんじゃないかと、やはりこの港湾整備のあり方自体、一度ここでですね、立ち止まって、もう一度見直して、巻き返すためにはどうしたらいいかと、まあ、そういうこともですね、延長線じゃなくて考えることをしなければいけない時期に来ているんじゃないかと思いますが、いかがですか。斉藤国土交通大臣。はい、問題意識は古川委員と一緒でございます。まあ、だからこそ、まあ、先ほど言いました集荷、倉庫、そして、競争力強化、この3つの3本柱、まあ、いろいろ具体的に今施策を行っているところでございますけれども、まあ、そういう 作戦、一つ一つの戦略を進めていく、まあ、常にこれでいいのかということは見直しながら進めていかなくてはいけないと思っております。以上。古川君。まあ、私ですね、こう今の状況になっている一因はやっぱり他のアジアの国、例えば韓国とか中国とかですね、プサンとか上海とか、集中して大規模なダウンと作ったと、やっぱり先にやられたところもその影響もあったんだと思います。日本は後から後追いしていたと。やはりだからそういった意味ではですね、この時代を先読みして、やっぱり先に先にやっぱりやらなきゃいけないところが非常にあったんじゃないかなと思うんですね。まあ、そういった意味では、ちょっとこの法案に関わるところで最後に伺いますが、まさにカーボンニュートラル、特にね、水素社会を作っていこうということでですね、まあ、今、政府はこの海外で製造された水素の受け入れ基地となる港湾を、まあ、これからいくつか指定してですね、その整備を進めていく方針というふうに聞いておりますけれども、まあ、今後ですね、どのような条件を満たす港湾をいくつ、まあ、これからどういうスケジュールで決めていくつもりなのか教えていただけますか。
斉藤国土交通大臣。現在今古川委員ご指摘のとおり、水素のサプライチェーンの構築に向けた実証実験等を実施している段階でございます。そのため国内各地域における将来的な需要について明らかでないことから、現時点では水素の受け入れ拠点に関して具体的な方針が固まっているものではございません。国土交通省としては引き続き経済産業省等の関係省庁や民間事業者と連携しつつ、また技術開発等の動向やカーボンニュートラルポート形成計画の策定状況も踏まえながら、新たなエネルギーの最適なサプライチェーンの構築に向けて検討を進めていきたいと、このように思っております。以上、古川君。じゃあ、そうすると、ちょっと8月とかの報道にあった、こういうですね、まさに、水素受け入れ港の、いわば選択集中と選択じゃないですけども、そういうね、港湾をいくつか指定して、そしてその整備をすると、そういう方針は、それは今もあるんですか、そもそも。なんか今の話聞いてると、まだそこまで行ってないみたいな、そんなふうに聞こえますが、いかがですか。堀田港湾局長。繰り返しになりますけれども、現在、まず各港湾での需要量が正確に把握できていない状況でございますので、基地局等の整備に関する基本的な方針はまだ定まっておりません。古川君。これもね、需要ができたらって言ってると、前もこれ私、ちょっと水素政策の話、ここでやったことを大臣覚えてるかもしれませんけれども、やっぱり需要が生むような環境を作らないとですね、水素政策が作らなかったら、やっぱり需要も出てこないんですよ。やっぱりちゃんと環境が整って初めてそういう需要も出てくるんだと思うんですね。私の地元、愛知県ではですね、全国に先駆けて、2017年から県内企業などと連携して、愛知低炭素水素サプライチェーンといった取り組みを始めておりますし、また翌年18年からですかね、県内の低炭素水素導入事業者にインセンティブを与える認証制度も始めています。そして、今年からですね、中部圏水素アンモニア社会実装推進会議を設けると、こういうですね、さまざま熱心で水素社会実現に向けた取り組みを行ってですね、これ愛知には燃料自動車、先駆けのトヨタ自動車があってですね、やっぱりここもやっぱりこの水素のサプライチェーンができないと、できればもっと未来とかですね、需要も出てくるはずなんです。ですからやっぱりそこを作っていこうということで、まさに、この地域だけじゃなくて日本の製造業、そして経済を支えるこの地域においてですね、そういう、サプライチェーン、を作っていくという取り組みをですね、県を挙げてやっているわけであってですね、やっぱりこういう取り組みをさらにやっぱ加速させていくためにはですね、今日ね、いなくなっちゃったな、地元の自民党 の、ね、の皆さんも言われましたけれども、これやっぱりですね、名古屋港、これがですね、やっぱり水素の受け入れ基地となることは、やっぱり必須であってですね、国もちゃんとそこはですね、やりますよと、支えていきますよっていう姿勢をできるだけ早く明らかにしていただくことがですね、それが地元としてもですね、よし、国もちゃんと応援してくれるんだと、だから我々やっていこうっていう、そうやって加速していく、まさにそれがですね、先ほど来から話して、結局、世界に先駆けていく、先手先手を打っていくということになると思います。そういった意味では、これ、愛知は本当にですね、そういった意味で、この水素社会に実現に向けて、これは私はどこの地域に、もうそれぞれ頑張っていると思いますけれども、いろいろこう将来的なポテンシャルやそういうところも含めてですね、非常にやっぱり需要が大きく、今の資産は需要まだそこまでないかもしれませんけれども、そういう環境ができれば一気にですね、大きな需要が生まれてくる、そうした地域だと思いますから、ぜひそこはね、名古屋港というのは、そうした受け入れ基地としてですね、ちゃんと国として指定する。これ当然のことだと思いますけれども、いかがですか、大臣。以上、斉藤大臣。愛知県では港湾分野において、令和2年度に名古屋港カーボンニュートラルポート検討会を先行的に立ち上げ、関係者の連携のもと取り組みの具体化を図ってきておられます。新たなエネルギーの活用を進めていくためには、安定的かつ低コストな供給を実現する
エネルギーの国際サプライチェーンの構築が必要となりますが、現時点において委員ご指摘の水素の受け入れ拠点に関して具体的な方針が固まっているものではありません。拠点化するという方向性はその通りだと思いますが、現時点ではまだここを拠点するということを決めるという段階にはないと、こういう意味でございます。国土交通省としては名古屋港をはじめとする各港におけるカーボンニュートラルポートの形成を推進するとともに、引き続き最適なサプライチェーンの構築に向けて検討を進めてまいりたいと思います。はい、じゃあ古川君。何事もですね、こういう時代が大きく変わるときには先手先手でいかないとですね、後手に回ると今の港湾の国際競争力みたいになってしまいます。ぜひこの水素社会に向けてはですね、港湾の整備もですね、先手で、やっていただきたいということを最後にお願いして私の質疑を終わります。どうもありがとうございました。次に高橋